やっていきましょうか。こっからのパートがちょっと時間が長かったら、多分2つにまた切ってると思います。うん、26分やってるんでね。コンデンサーはあのドアの反対側にある。ここでなんかいろいろやるんだけど、まだ気づいてない。やるしかない。こちら喋ってるの聞こえないんだけど、本当だろうか。出なきゃインフラワールドで殺されることになる。まあそうだよね。さて、いつ行くか。今でしょ。オッケー、バレてない。これずっと周回してるわけじゃないのか。ジョディ、ほんとベノムみたいだね。近づきすぎるなよ。ユートゥベノム、おい、ね、これさ、前に進んでいくんだけどさ、なんでこう、結構バレないんだろうね。通り過ぎた後に後ろにいるとか、そういう怖いやつはないのか。わー、飛んでます。じゃあこれでいいか。おっ、オッケー、おお、これは今いけないよね。てか、あいつら何してたのって話だよね。めっちゃ監視してる。じゃあ行きましょう。オッケー、スタ。じゃあ行く。おお、あ、バレた。やばい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 。こんなんあったっけ。おお、やばい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 。これできてなかったらバレそう、バレそう、やばいやばいやばい。バレてない、バレてない。匂いなんかないよ。どこさ、ヘキサクエン酸。オッケー、じゃあ行こう。そっか、今のはフェイクだったんだな。おお、ちょっとちょっとちょっと、急なダッシュ、急なダッシュ。これあかんかったらもうここでシャットアウトみたいなところが。コール、ジョディ、こっちに来るぞ。そうだね、前回コール、どうしようもなかったんだよ。前回はあのコールを助けたので、ごめんなさい。今回はコールはここから逃げないと食べられてもらいました。めっちゃどんどん逃げる。あれ、霊体のくせにここ入ってこれないの。なんかそういう特殊なバリアかなんかが貼られてるのかな。ごめんなさい。 MVP コールは栄誉ある最後を迎えました。ごめんなさい。まあ生きてるパートもあるので、あのそれに関してはもう一つの方の動画をぜひご覧ください。ということでね、もう立ち直るしかないので、まあコール、いや、コール、いや、言いながら真逆走ってたからね。うん、まあ操作してるのは僕なんですけど。じゃあ行こうか。さあ、砂嵐の世界が待ち受けているか、どうなるか楽しみです。なんかそう、まあ多分そういうために作られたあれなんだろうけど、どう考えてもなんかあのサーブルースねえ、ブラックさんされただける気がするけどな。終わらせよう。決戦はアルバーナ179、何話だったっけ、忘れてたけど、まあまあ そんなの俺もいつ何話だろうっていいわ。179話だった気がする。砂漠は、決戦はアルバーナ。さてさて、これはただひたすらまっすぐ歩いていったらいいのかな。ちゃんとついてきてよ。さて、これでもなんかね、近づいてるようで近づいてないっていうすごいジレンマがあるんだよね。時間がなかった。愛しているリモートだった。すごい。なんかみんな後悔してるね、死んでることに関して。聞こえたか。何も聞いちゃダメ。聞いたら終わる。そう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 。なんかあの死者の言葉に耳を傾けると自分も一緒に連れて行かれるなって言われたりするからね。うん、聞いたことないから分かんないけど。さまよってるの。ジョディだからこそ分かるあれだね。これでもなんか勝手に左、あの前、まっすぐだけ押してたらあれだけど、左も押さないと全然すごいなんか蛇行運転してる感じがする。運転はしてねえか。さて、そろそろなんか来るんじゃなかったっけ。これ助けられるよね。え、どうなるどうなる。ごめんなさい、時間がなかった。また繰り返し、愛して、赤ちゃん、私の赤ちゃん、見かけなかった。これもしかしてママ、あれ魂、もし魂、え、お母さんだよね。ライアン、あれ
ライアン。ライアン。ライアン。また一人どっか行くから、だからああいうオチになっちゃうんだべや。大丈夫け？お別れのデスキスをしてあげる。ほんと近づいてる感じがしないよね。近づいてるはずなんだけど近づけてないと思う。ローラー、まあ、この格好で何してるんだよ。呼んでも来てくれないんだ。あんだけ縛る人だったらね、同僚だよ。きっともうあなたを見てもわからないんだよ。死んでる時間が長くなったから。あなたは変わってしまったから。まあ、確かにね、15年分老けたからね。家族に会いたいんだよ。じゃあ決意しよう。私はコンデンサーを破壊する。私を止めたいなら私を殺すしかない。おお、どうなる？あ、どうなるどうなる。いや、そんなことはさすがにネイさんにもできなかったか。がしかし、家族に会いたい一心で狂っちゃう人ってやっぱいるよね。おっと、え、あら、先に行っちゃうっていうパターンがあるのね。会えてる。会いたかった、ずっと会いたかったよ。なるほど、同じ土俵に立たないと会えないという結構こう苦痛だね。止められるのは君だけだ、ジョディ。お前、最後に最後にとんでもないのばっかり残していきやがって。私のため、出た、私のために。本当にこいつ自己中極まりないよね。行っちゃえもう本当に。それはいいけどさ、まあ、ライアン、そうだね。あ、よかったよかった。だから前回だからこのドーキンスに探し物を見つけたの、あの撃ち殺されちゃったんですよ、ライアンが。だけど今回はうわー、ちょっとなかなかえぐいシーンがあったね。そう、今回はドーキンスが先にボキュンって言っちゃったから、あのライアンは今無事生きていると。ところがライアンは無事に生きるオチをこのまま迎えられるかもしれないけど、ジョディの結末は僕の中で固めてるんでね、さあどうなるか。さあて来るかな、大ボス。今大ボスはドーキンスだったからいいんだけど、ネイさんでもなんかそろそろ来そうだよね。どうなる。あ、なんか飛んできてる。あ、そか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 、やばいやばい。あれ、お腹食べられた。それ以上お腹やったらウエストが細くなっちゃう。お、これ結構難しいんだよね、どっちに避けるかっていうのが。オタマジャクシみたいなのが飛んできてる。どっちか、あ、でもどっちかって言ったらあれか、ディメンターか。危ない危ない。うん、避ける。これライアンもすごいよね、よく見て避けてるよね、本当に。飛べ。あれ、ライアン食われてない今、大丈夫。ああ、今回はないのか。おちょ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 、急な連打はずるいです。チュッチュしよう。あ、もうチュッチュしよう。ここ背中合わせのライブストーリー。化け物だらけだ、私は。俺たちは死んでる。そうだよね。あれ、ベルト落ちた。あ、ちょっと待って、切った、もしかしてベルト壊れた。抑制フィールドが動いてない。マジで本当か、パネルを見ろ。だから動いてないんだってば。やばいじゃんこれ。Think Think ダイハードのジョン・マクレも言ってたよ。 Think ほらやるよ。え、ちょっと待って待って、これライアン死ぬうちじゃないの。できるのは君しかいない。持ってくんだ。これがなきゃ殺される。こんなとこでやらせてる場合じゃないよ、急ぎ。ベルトを持ってコンデンサーを破壊するんだ。まさかまたライアン死ぬオチ。これは見たことないストーリーだからいいんだけどさ、そうだったらまた生きる方選んじゃうよ俺。うわー、こう、ちち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 、時と状況を考えろ。このとこで宙をするのは貴様らとエリザベス・スワンとねえ、ウィルターナくらいだぞ本当に。ナコードにブラックパールの船長呼ばなきゃ。本当にこいつら面白。さーて皆さん、もう間もなくエンディングを迎えることができますよ。どうなるかな。本当に近づいてる、ブラックさんに。全然全然歩いてるけど近づけてない気がする。どんだけ広い土地の中でこんなんやってるの。おー、ちょ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 、ブーツは臭いからやめた方がいいよ。君の体に薬物を注入。お前いるんかい。そうすれば君は連れてかれてるやつやんか、お前。
君のお母さん。やばいやばい、エロいエロいエロいで。フックに脱がそうとしてる。遅いな、ちょっと。あ、ママ。よ、ママ。遅いな。おー、ちょ。遅くないよ。早いよ。頑張ってるよ、ママ。さあ、もう間もなくかな。これまた来る？まだ2番押してなきゃ、1、4、3と来たら次は2だよ。さて。え、でもこの間にライアンどうなってんの？避けてる？それとも食われた？どうなってんだろう？これあれかな、あの、せーの。おわ、ちょ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 、君も死んだの？やばいやばいやばい。訓練兵の時の格好になってるなってる。やばいやばい。そっか、今までの走馬灯が出てきてるんだね。あれでもなんかつけてるはずなのに、あの、ふわふわのバリアがなくなってるけど、大丈夫なのかな？それはそれで。なんかまた来た、シフトシフトシュ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 、あー、なんかエロ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 、犯される犯される、やられる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 。あ、見えてる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 。はい、皆さん、本日のサービスショット、前回もやったやつ、前回もやったやつ。でもなんかスパッツだからね、もう直接下着だったら。あー、見えてきた見えてきた。え、この格好でいいか、お前の作り話もうたくさんだ。あー、子供になってる。いや、もういいよパパ、お前も飽きた。ほんとダメパクズパパ、終わってるパパなんだからさ。うん、いけ。子供を返して。ノーラ、落ち着くんだ。ここで、そうか、エイデンが実はお兄ちゃん息子にって、双子だったってことだったね。おいおい、どうなってるんだこれは。双子が、兄の方がへその上に絡まって、どうしようもなかった。ここで実はエイデンの正体が双子のお兄ちゃんだったっていうことを知るというオチだったんですね。エイデン、あなたまさか、双子、私の兄ね。これ、その初めて知った時はマジで感動したというか、驚きが隠せなかったよね。まさかこのね、綺麗なシーンに来れると思ってなかったからね。ブラックさんを止めようと思ったら、まさか自分の出生に関わる真実を知るっていう。で、成長してたら、エイデンは、あ、こんな立派な男性になってた。一緒だったよね。立派な男性になっていた。そうですね。だからお兄ちゃんとしてはやっぱり妹がキャッキャウフフやってるのを見ると、なんかやっぱ嫉妬心を描くんだろうね。それはまあ多分生物的な。で、なんでお前だけ裸なのよっていうね。あなたのこと感動的なシーンに組んでにちゃちゃ入れてごめんなさい。愛してる。でも私の一部だった。家族的な。なんかあの木の周りでだね、仮面をかぶった男の子が4人とが走り回ってて、一人だけ木の隅で座ってそうな感じがするね。違うゲームのやつ、3日後に月が落ちてくるゲームのやつ。さあどうなるかな。エイテー。さあ皆さん来ました、選ぶ時が来ました。エイデンの元へ行くか、はたまたライアンの元へ帰るか。こっちは、そう、なんかね、生と死が逆な気がしたんだけど、黒い方が実は生なんだよね。生きて、感じて、そう誰かを愛して、愛してる、ジョディ、年を取る、帰ってくるんだ、してる、まだやることがたくさんある。そう、これは生の方です、生きてる方です。一方で明るい方が何かというと、実はまさかなんですけど、まあこれね、これまでのゲーム見てこられた方はわかるんですけど、別の世界、そう、あ、そうか、今回コールいるんだ。星になり宇宙に、そうだそうだ、俺やっちゃったからコールいるんだよ。エイデンと愛した人たちと一緒になる。そりゃ選ぶ道はもうね、コールエンド向かうしかないですよね。で、そうそう。で、前回死ぬか生きるかだったんで、今回はちょっと、こっちを選んでみたいと思います。もう、だって疲れたよね。さよなら、イアン。どうなるか。
俺も自分が本当に死ぬってなった時に受けることってできるんだろうか。これはこれでどういうオチになるのか。ブラックさんを止めることはできたけど、それとともに力尽きた。あ、なるほど。で、最後ライアンにお姫様抱っこしてもらいながら出てきて終わるっていう、そういうオチになりそうだね。まあ、ここからちょっと初見になるんで、ドキドキしながら見てみようと思います。ジョディが立ってるかは寝てるかなんだけど、ジョディ？ジョディ？みたいな、そんな感じになるのかな。あれ？こんなに近いところにブラックさんがあったのに、俺なんであんなに歩いたんだろうって、今くる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 してるね。はい、今回ライアンエンドでございます。ライアンエンドって。ジョディ！ジョディ起きろ。無理無理。おい起きろ。おい死ぬなジョディ。ジョディどうなってるんだろうね。おい受け入れてくれたのに残念ながら起きてくるジョディ。こっちなんだよね。どうした。おいジョディ起きろ。知らないでくれ。まあそりゃそうか。だって確かにベルトをまで与えて行ってこいって見送ってにもかかわらず、結局自分は生きてて無理だったって言ってたもんね。それは悲しいわな。こうなった場合のエピローグってどうなるんだろう。そっちのパートも気になるね。こっち見てみたいな。愛してるジョニー。エピローグないのかな。ただエンディング流れるだけ。どうなるんでしょう。ブラックさん、ああそうか、とりあえずルート分岐があるということなんで、まあ、ちょっと区切りがいいので、あそうか、ブラック、え、ちょっと待って、ブラックさんを停止しないパターンっていうのもあるのか。あちら側の世界でライアンが生き延びた、あ、ライアン生き延びたか。 89% だったな。コール助けなかった 22%。 あれ、ライアンってプロポーズした？え、あれプロポーズだったの？一緒に暮らそうくらいしか言わなかったじゃない。あれってさ、単にあれ、ちょっと待って、よくわかんないや。まあ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 いいや。はい。ということなんで、ちょっとこの次のパートでエンディングがあるのかどうかっていうのはわからないんですが、とりあえずね、一旦はここで区切りたいと思います。で、ちょっと40分を超えているので、地下に降りたところっていうか、その、なんだっけ、インフラワールドに乗り込んだところで一旦区切ってると思います。で、そこのスタートがこのパートになってると思いますんで、まだ、前回パートをね、ご覧になってない方は、なんでこういういきさつになったのかっていうのをぜひまた、前回パートで撮ってますんで、ご覧いただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。